あ、ちょっと一歩飛ばして今日判決の言い渡しがありまして、残念ながら全面的に控訴棄却となりました。一つは、まあ、あそこの土地はポケットパークに本来なっているところで、別に他に使う目的はないのだから損害も与えてないし、当方が占有していても構わないだろうという主張をしていたのですが、それは、まあ、ポケットパークとは言いながら公衆の利用に供されているんだから占有は許さないと。原発の問題を全く理解していない、ということに帰すると思います。経産省の前で、その経産省というのは50年にわたって、原発を推進して、福島原発事故を引き起こした、そういうところに対する抗議として、そのいわば喉元で抗議の声を上げて、そして脱原発をアピールすることについての非常な重要性、表現の自由であるとともに、そういう非常に悲惨な原発事故を再び起こしてはならないんだという、そういう利益の保護のを防衛するためにああいうことをしているんだということについて全く理解がいっていない。私どもは脱原発あるいは再稼働反対ということであのテントを立っている。したがってあのテントのは、例えばこの判決によって強制撤去されるなどということはとても許されることではないというふうに私どもは思っておりますけれども、しかし問題は非常に具体的なことでありまして、どうするか、問題は我々自身の問題として投げかけられているというふうに思っております。ただいずれにしても、この脱原発運動あるいは我々のテントを立てて戦っているこの運動というのは終わることがない。脱原発が例えば政府やその他によってきっちりした方向が示されるならば、我々何回も申し上げている通り、あのテントなどというものはいつだって引き上げてもいいよというふうに申し上げてきているわけですけど、そういうことがない限り簡単にあそこから引き下がるわけにはいかないだろう。